おはは。ようございます。こんばんはマサーです。こんんばマで農家と農編集でお送りしてますニース・インタククウ、えー、クライナに応援しています、えー、ゼネックス大統領が、えー、まあそのハリウ映画じゃないから、えー、まあ期待するほど前提をしてないけど、えー、まあ新聞族 BBC とニースでまあそれだけなくいろいろとコメントしてますけどそれだけ切り抜きされてまあいろいろと、えー、ネット上ではということで、えー、昨日は常連つかさチャンネルの ニュースのトラガーでそういうことが、えーあまあ、それについて、えー、解説がなされてました ISW は客観的に今状況はということで、えーま、あた正しい判断ですね、えーま、あ攻撃する側は相手の3倍、5倍等が必要です。えー、ウクライナはあまあ、 えー、ロシアに対して、えー、そソラー戦闘機がちょっと、えー、弱いですね、えー、完全に弱いというわけじゃないですけど弱いですね、航空ヘ,ヘリとかあ、まあ、そのロシアが特にザポリージャを固,まり固めてますね、前哨第1防衛、第2次、第3次とお固めてますけど、まあ、ウクライナはあーストモシャドウで、まあ、いろいろ、えー、後ろの航空地を狙ってますね。えー、特に昨日はその ヘルソン州とクルミアンに境にしているチョンガレ橋をまあその目標を定めて、えー、交通不能のように抗議、えー、してますね。ロシアがすぐ修復して、えー、使えると言ってますけど、まあ、そういうことで、えー、23日前はあその。 大集積地、大学の各前線の集結地、大学校に送るおお、大元の集結地の大学を、えー、その狙い撃ち。えー ししてていますすのでで、えー、ウクライナに頑張ってほしいですねロ、えー、シアはまたいろいろウクライナからの戦力の分散を狙ったためにクパンスクで結構3方面から激しくストーム Z ですねストーム Z で,です、えー、攻撃してますね、えーまあ、中隊ウクライナの中隊長も激しい攻撃だったことで、えー、コメントが出てましたけど新防衛研究チャンネル近藤さんですね。えー このはスパンクスですねハルキの上のス,ピスパンクスですね、えー、はロシアがあその。 ウクライナ軍の,の兵力をそっちに分散させるためにスパンクスの上から攻撃を3箇所から攻撃,して,ら撃してますから撃退というかまだ報告は正式にされてませんけど近藤さんも心配してます,ですねまあそういうことでロシアもなかなかまあ考えてますけどまあそうですねお互い厳しいですね、え。ー ウクライナもそ、まあそのえー、ドネツク南,南部の,その、まあ、マリンカ、アウデリカ、バクムットバクムトの郊外ではあ、まあ、攻撃して、えーまあ、逆にロシア軍の兵をそっちに、えーまああ ロシアの兵力を分散するためにバックムット、まだまだ市内ではなくて郊外、えー、攻,め攻めていますね、えー、クリシカ上,上の方も頑張っていますね、ヤンプルとかそ、そこの頑張っていますね。えー なかなか、えー、最初のロシアの前、えー、最初最初の前線を突破するのは難しいですけどウクライナ頑張ってほしい焦らずにゼレ、えー、大統領も命が大切ですので、えー、まあ、このロシアの電子戦とか攻撃ヘリとか航空機ですね、えー、まあ、ヘルソンスもカウフカブダムがだいぶ水が引きましたので、えー、そちらから方もまたあ えー、ロシアの、まあ、そういう、う環境、また、衛生が、面が悪いので、これ、これら、まあ、そういう、伝染病が発生してますね。一応フ,フスとか、いろろな伝染病が発していますので、えー ウクライナは焦らずに、えーまあ、いろいろと、えー、用意したその旅団のまだ3分に1地ということで、えー、各方面なかなか、えー、いい進展ハリウッド映画みたいにそういうような、えー、一部期待するようなそのものじゃなくて、えー、命がかかっていますので、えー、BBC ニュースでも 司令官が、僕も司令官が、犯行点更生前、2、3日前に息子が亡くなったとか、えー奪還するの、村を奪還するのに、仲間、6名が亡くなったとか、いろいろとそういうウクライナぐらいは、まあ、そういう情報統制してますね、はい、えーえー、ウクライナに、えー、こ、えーえー、れですね、えー、なかなか厳しい前線ですけど、えー、頑張ってますね、えー、少しでもお相手の、まあ、方向です、相手のロシアの。 兵力を、えー、消耗して、えー、削って削ってバクムし市内でだいぶ削りましたです、ねえーまあ下がって後方郊外で反転攻勢してますねいろいろ陽動作戦、えー、そのロシアの北のハルキの上の、まあ、自由ロシア軍、えー、ロシア自由軍隊がメールと陽動作戦していますので、えー クリミア半島の孤立化そして、えー、平坦後方の基地をだいぶ叩いてますので、えー、焦らずに、えーえーまあ、成果取れるようなあ大使ああい、えー i s ルも、うん、これ判断をしい判断としてますのでまだ16、うん、完全な攻撃体制が整っていませんので焦らずにじっくり攻めてい,いっていきたいと思いますなかなか素人さん素手ですけどいろいろ新防衛研究チャンネルさん情熱かさニュースの、えー、チャンネルのニュースのトラガーまたトー TV さん、ま、たネット大衆シブルーカーさんとまあいろいろ真相ニュースと日テレ、えー プライムニースといろいろ配置をしてますけど、ウクライナ英エですね。このニースユンタクもウクライナを応援しています。えー、ウクライナ平和を、ウクライナの完全な主権の回復を、ウクライナからロシア国の撤退をということで、ウクライナにエあれ、えー。マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。ウクライナ英エあれ、ウクライナを応援しています。皆さん、頑張ってください。ウクライナの頑張ってください。マサートした仕上げネツ、パセムルズ、シャロム、シャロム、シャロム。